日も元気に練習よ。あら、どうしたの二人とも。なんだか浮かない顔してるわね。マリちゃん、ヨシコちゃん。ヨシコじゃなくてヨハネ。ルビーちゃんと次のライブの衣装を考えてたんだけど、なんだかまとまらなくて。衣装って秋祭りの？うん、何枚ラフを描いてもしっくりこないの。時間ないから早く決めなきゃなんだけどね。なんかこれだって手応えがなくて。手応え、うん、どうすればいいのかしら。そういう時はみんなで話し合うのがいいんじゃない。ワイワイアイディアを出し合えばミラクルだって起きるわよ。みんなで、それいいかも。というわけでこうして集まってもらったってわけ。なるほど、そういうことでしたか。三人よれば文殊の知恵というずら。三人どころか九人もいるんだもん。みんなで考えればきっとうまくいくよ。助かるよ、みんなありがとう。よろしくお願いします。今度のライブは秋祭り。というわけで、秋といったら何が思い浮かぶ？カナンはどう？秋といったらスポーツかな。運動会があるでしょ？玉入れとか大玉転がしとか二人三脚するのってこんな時だけだよね。いいわね。レイヤ、ホワイトボードに書いてくれる？わかりましたわ。スポーツ、運動会、他にはどう？私は音楽、ピアノの演奏会をよく聞きに行ってたんだ。マルは読書ずら。秋の夜長にあったかいお茶を飲みながら本を読む至福の時間ずら。いやいや、秋といったらみかんだよ。早稲の温州みかんといったら内浦を代表する秋の味覚だもん。音楽、読書、みかん、それだけじゃない。ハロウィンもあるわ。あの世から死者のソウルが訪ねてくる祝祭の日、最も闇の力が高まる日だもの。うん、ダイヤはどう？秋といったら勉学に励む時期でしょう。学生の本分は学び、それをおろそかにはできません。ダイヤは真面目だな。でもそこがダイヤさんらしい。いろいろ出たわね。スポーツ、音楽、読書、みかん、ハロウィン、勉学か。見事なまでにみんなバラバラね。これが衣装作りに役立つずら。まだちょっと難しいかな。あ、じゃあ今出た意見
みたらどうかな。ほら、みかんとハロウィンを合わせてみかんモンスターとか。近畿の犬が悪くないわね。音楽と読書を合わせたら本とか音符をデザインに取り入れるのは面白いかもしれないね。スポーツと勉強は水と油って感じだな。そんなことはありません。両立すべきものですわ。面白そうね。どうかしら。まだしっくりこないかな。みんな考えてくれてるのにごめんなさい。そんな顔しないの。大丈夫。他にも手はちゃんと考えてあるんだから、マリーにお任せよ。どうするつもり？みんな山に行くわよ。山？なんで？ハイキングコースがあるなんて知らなかったな。私とマリとダイヤは小学校の頃一緒に来たことがあるよね。ええ、カナンさんがどんどん先に行ってしまって追いつくのに苦労しましたわ。そうだったかな。お姉ちゃんたちの思い出の場所なんだね。どうしたの？なんでもないわ。ちょっと考え事してただけ。そっか。皆さん、止まってください。ちょっと、何？列が乱れてきています。後ろを待ちましょう。少し離れちゃったね。ちょっと様子を見てこよっか。お願いしてもよろしいですか？荷物はここに置いてってください。私が見ておきますから。ありがとう。それじゃあ行ってくる。チカも一緒に行こう。オッケー。花丸、しっかり。頂上まであと少しよ。おーい、大丈夫？カナンちゃん、チカちゃん、様子を見に来たよ。荷物持とうか？身軽な方が歩きやすいでしょ。頑張って前に追いつこう。ありがとう。でも悪いよ。山での無理は禁物よ。こういう時は頼ってもいいんじゃない？じゃあお願いします。任された。それじゃあ出発。
到着。あっという間に日が落ちちゃったね。秋の夕暮れはあっという間ね。はあ、疲れたずら。花丸ちゃん、よく頑張ったね。みんなのおかげずら、ありがとう。待ちかねたわよ、ずら丸。顔を上げなさい。そしてその目に焼き付けるの。天に輝く美しき存在を。天？あ、綺麗なお月様。まさに中秋の名月ね。それにしてもマリさんは唐突ですね。お月見をするために山に登ろうと言い出すなんて。だってお月見するなら最高の場所でしたいじゃない。それに月には不思議な魅力がある。ヨウとルビーにインスピレーションを与えてくれるんじゃないかと思ってね。ですが学校でもよかったのでは。ここでよかったんだよ。だってほら、街の明かりがとっても綺麗。広い夜空に瞬く満天の星と、その下に広がる街の明かり。確かにここでしか見られない絶景だね。それはそうかもしれませんわね。同時に素晴らしいフォトスポットにもなりそう。ルビー、月を背負ったこのヨハネの姿を写真に収めるのよ。うん、それじゃあ撮るよ。はい、ポーズ。ギラン、もう一枚。ギラン、これで最後。どう？撮れた？うん、バッチリ。どれって全部顔が真っ暗じゃない。夜の撮影って難しい。私も初めて見たとき、すっごく感動したんだ。手を伸ばせば掴めそう。そんな感じがしてさ。わかる。それくらい近くに感じるよ。カナンさんの持ってきた望遠鏡、大人気ですわね。今日みたいな日に使わない手はないからね。よう、そろそろ変わってよ。何をおっしゃるんです。先ほど私と一緒に見たばかりでしょ。だってまた見たくなっちゃったんだもん。焦らない焦らない。月はどこにも逃げたりしないんだから。待ってる間にお団子でも食べるずら。月をめでながら食べる甘味は絶品ずら。はも、おいしそう。でもこれどうしたの。花丸ちゃんが持ってきてくれたの。ははーん、やけに荷物が多いと思ったらそういうことだったのね。
それでみんなに迷惑をかけてしまって申し訳ないぞら。でも持ってきて大正解だよ。ありがとう、花丸ちゃん。ええ、景色のいいところで食べるといつもより美味しく感じるもの。よかったずら。あったかいお茶もあるからどうぞ。あれ、ルビーとヨシコは？あちらです。今度はどうかな。さすがルビー、飲み込みが早いわ。さっきよりよく取れてる。ありがとう。でもこれじゃ満足できない。さあもう一枚よ。そろそろいいんじゃないかな。何言ってるの。月を背負いし打点し、その完璧な一瞬を切り取るまで諦めるわけにはいかないわ。さあ続けるわよ。じゃあこれで最後ね。よしこもこだわるわね。こだわりすぎです。そろそろやめた方が良いかもしれませんわね。マリちゃん！ん？よう、どうしたの？それが、見て！あ、月が。雲で隠れちゃった。さっきまでいいお天気だったのに。この様子だと天体観測はもう難しいかもね。ごめん、私が夢中になっちゃって。まだみんな見られてないよね。いいのよ、そんなの気にしなくて。ヨウのせいじゃないんだから。みんなお団子食べて元気出すずら。みたらし、あんこ、ずんだ、いろいろあるずら。ありがとうございます。って、まだこんなにあるのですか？足りなくなるといけないと思ってたくさん持ってきたずら。お姉ちゃん、月が見えなくなっちゃった。ルビー、お疲れ様でした。秋は天気が変わりやすいもの。仕方がありませんわ。いいえ、これは秋だからじゃないわ。心配した通り、この運命はやはり必然。どうしたの、ヨシコちゃん。ヨシコじゃない、ヨハね。月が見えなくなったのは、起こるべくして起きたって言ってるの。どういうこと？これはすべて、私のせい。打天使ヨハネが神より受けし、罰なのよ！思えば小さい頃からずっと運が悪かった。遠足に行けば必ず雨が降るし、雪が降れば絶対転ぶし、期末試験の直前にはインフルエンザにかかるし、やはり私は打点し、呪われし存在なのよ。そんなことないと思うけど。そんなことあるの？つい最近も商店街のくじ引きで外れ引いたし。花丸ル
あなたたちも見てたでしょ？うん、見たけど。ポケットティッシュは当たったよね。あれは参加賞。あんなのもう、ハズレみたいなものよ。それはちょっと強引すぎるような。だから今日もずっと心配だった。私のせいでお月見が台無しになるに決まってる、そう恐れていたのよ。でも何も起こらなかった。空は雲一つない快晴だったし、今日は大丈夫。そう安心していたらこのざまよ。これは巧妙な罠なの。一度持ち上げてから地面に叩き落とす。その方がより深い絶望を味わわせることができる。それを知っての仕打ちなのよ。そっか。あの時そのことを気にしてたんだね。なんだかよくわからないけれど、月が雲に隠れてしまったのはよしこさんのせいと思っていらっしゃるのですね。ごめんなさい、みんなを巻き込むことになってしまって。よしこちゃんが気にすることじゃないよ。そうよ、お月見はもう十分堪能したもの。あったかいお茶でも飲んで落ち着くずら。私の気持ち分かってくれとは言わないわ。呪われてるなんてにわかには信じられないことだもの。でもね、私はずっとそのことで悩んできたの。やっぱり私はここにいてはいけない存在。堕天使は一人、闇の中で生きるのがふさわしいのよ。どこ行くの？少し一人にさせて、夜風に当たってくるわ。行っちゃった。本気で悩んでいるみたいね。呪われてなどいるはずありませんのに。でも、よしこちゃんにとっては真剣な悩みなんだよね。運が悪い。どうすれば解決してあげられるんだろう。難しいな。そこじゃないんだよ、きっと。自分がみんなの楽しい時間を邪魔しちゃったかもしれない。よしこちゃんはそれを気にしてるんじゃないかな。私もそう思う。よしこったら意外と繊細なんだから。それはマリさんも同じでしょ。さて、それはどうかしらね。どうする？ここは私に任せてちょうだい。人生の先輩としてよしこの話を聞いてくるわ。私も行くよ。夜道を一人で歩くのは危ないし。わかった、マリー、よう頼んだよ。心配ご無用、マリーにお任せよ。それじゃあ行ってきます。必ずよしこを連れ帰るわ。よしこ、ヨハネ、何しに来たのよ。
様子を見に来たに決まってるじゃない。こんな暗いところに一人放ってなんておけないよ。ふん、心配なんていらないし。まったく素直じゃないわね。みんなに迷惑をかけたくない。かけるくらいだったら一人でいた方がいい。だからみんなのところを離れたんでしょ。そんなこと思ってないし。運が悪いことずっと悩んでたって言ったよね。悩みはみんな違うから気持ちはわかるなんて簡単には言えないけどさ。ヨハネちゃんがみんなのことが大好きだってことはわかるよ。それは私も同じだよ。私もヨハネちゃんが大好きだから一緒にいたいんだ。私もよ。そして間違いなくみんなもそう。だから私たちをあなたのそばにいさせてくれない？でも私がいたらめんどくさいことになるのよ。それでもいいの？いいよ。何があっても私はヨシコと一緒がいいの。だからヨハネ！本当の気持ち教えて。本当の気持ち。ヨハネちゃんはどうしたいの？私は一人は嫌。みんなと一緒にいたい。でも私がいたらみんなに迷惑をかけるの。それも嫌。だってみんな大切な仲間だから。誰も迷惑なんて思ってないわ。そうだよ。私たちはヨシコちゃんと一緒にいたい。だから気にしなくていいんだよ。でも私がいるとみんなの楽しみを奪うことになるのよ。それがいいことだとはどうしても思えないわ。おーい、ヨハネちゃん。マリー、よー、チカちゃんたちだ。ここだよ。見て、空。空？あ、月。晴れた。それだけじゃないよ。ほら。美しいですわね。月明かりに照らされて輝いてるみたい。幻想的空。綺麗。すごい景色。あ、ひよちゃん。うん、これだ。見つかった。私たちが作るべき衣装。衣装？うん、みんなでこの景色を見た感動を形にしたい。そう思ったんだ。ルビーも今ならきっと素敵な衣装が作れると思う。ありがとう、ヨハネちゃんのおかげだね。だってそんなことないわ。私は何も。そんなことあるのよ。この景色が見られたのはヨシコのおかげ。あなたがここにいなければ絶対に見られなかった。それは紛れもない事実なんだから。だから笑って、いつものヨシコみたいに。
まったく、マリは何と言えばわかるのよ。ヨシコじゃない、私は打天使ヨハネ。どうやら私が必要なようね。よかろう、打天使ヨハネ。